画面開始。はい、はい、山の話題を信州松本から配信する情報番組MT チャンネル、通称山ちゃん、第24回目始まりました。よっ、よく言えました、よく言えました、怖なかった。はい、友人でーす。はい、ピロリ菌みたいなのの治療をしています、和子田です。ピロリ和子、期末テスト7個中1個あったマッチでーす。わかった、サブテンです。緊急報告は枕言葉が、あれですね、韓国行ってきた、ね、韓国、あ、はい、韓国、あ、そうだ、明けましておめでとうございますですね。あ、1月、ね、一発目の話題ということで、はい、今年もよろしくお願いします、今年も本年もよろしくお願いします。でね、今年も去年並みにね、一生懸命頑張っていきたいと思います。いや、去年これ以上ですね、去年以上ですね、すいませんでした。はい、で、ね、また、今年度、もう今年度じゃない、今年も、はい、山ちゃん T シャツ旋風が、お、あ、そうですね、吹いてます。してますね。お、はい、で、いろいろね、投稿がありますので、なんで来てないんですか、今日忘れちゃいます。で、おー、かわいい。これですね。どここれ、これね、御在所岳に登った、これ、カトリーヌ様の姪っ子の、カトちゃん、サヤちゃん。さやちゃん。さやちゃんが、左側、来てるの一人だけど。来てるの一人だけなんで、これカトリーヌ様のね、SS サイズの、山ちゃん T シャツなんですよね。で、すんごい、この服気に入ったらしくて、で、すれ違う人、すれ違う人に、山ちゃんって知ってる？山ちゃんって知ってる？って言って、知らないの？って言ってて、家帰ってたもなんか、この T シャツを気に入りで着てたらしいんですよね。かわいいな、うん、ありがとう、さやちゃん。ということで、さやちゃん。見てる？さやちゃん見てるかな？見てないよね。言ってないよね。で、もう一つ。はい。ね。おー、ワイルド。山ちゃん、世界に出る、南半球に行きました。おお、パラオです。パラオ。パラオって南半球で、ね。パラオ、パラオ。そうそう、パラオ。パラオ、南半球で。わかんですか、ですか、違ってたら、なんか、地理選択じゃないんで。南半球だったら、でもこの山も反対になってますよね。そうだよね。そうそうね、うん。なってるか。うん、で、これ、高校の同級生の、そのパターン、しのぶくんっていう人なんですけど、彼ね、本当に、沖縄に住んでるんですけど、で、12月から3月は、沖縄の海はちょっと寒いからって、パラオに来てる。で、インストラクターなんだよね。それで暮らしてるという。長野の海も寒いけどね。そう。長野の海も寒いですよね。ないって。で、もう一枚。あ、ないですか？はい。パラオで。パラオ。これなんか壁画ですかね？なんかよくわかんないんですけど。パラオ名所ですか？知ってる人がいたら、ちょっと教えてください。パラオは大変らしいですね。そうですね。で、もう一つ。あ、壁画だ。そう、壁画です。さっきから壁画です。ワンテンポです。で、これ、ハゲジーですね。ハゲジーだ。12月31日から1月2日の2泊3日、テント泊で熊野古道を、周辺路というかね、歩いてきました。ほとんど人にも会わず、静かなトレッキングでしたということでね。熊野古道いいですよね。これ誰かと同じピンクのテーマティー着てますよね。おー、私ですか？もういいね、そのテントの様子なんかも今度写真また送ってくださいね。うん、いどんな感じでするのかな、うん、で、なんかこの間テレビ見てたら、うん、今年流行るものっていうのに、うん、ロングトレッキングって書いてあったんですよ。ロングトレイル。ロングトレイルじゃない。ロングトレイル。ロングトレイル。そうですね。ピークを目指さない、そうですね。トレランじゃなくて、トレ、まあ、トレランも入るんでしょうけど、うん、ロングトレイル。そうですね。歩くっていうのは。日本にもたくさんありますからね。だから熊野古道ですとか、うん、はい、まあ、松本だったら、藤ヶ原とかありますからね。まあ、そういうのも、我々が番組としてね、取り上げていけたら、いいね。そうですね。いきます。はい。はい。で、今回のラインナップ、いきますか。はい。さっき作ったやつ。さっき作った、一生懸命作ったやつ。これじゃね。まだうちらだ。どうぞ。どうぞじゃないですよ。はい。本日のラインナップ、第2回山ちゃんフォトコンテスト開催。まあ、今回告知ですね。こんな感じで。やりたいと思います。それから、黒ゆりヒュッテのご主人、米川武樹さんに聞く。山小屋のご主人さんがね、来てくれましたので、そうですね、スタジオに。はい、ね、でもなんか山小屋の、
消灯時間が8時半ということで、うん、もうさっきから眠いって言ってるんですね。あ、なのでちょっと最後まで起きてられるかわかんないんですけど、まあ、頑張っていただきたい。さっきから飲んでましたし、はい、それから八ヶ岳の超動心クラック行ってきました。加藤様ですか。はい、スキングですね。カシアンドカトリーヌね。から国際山岳ガイドの雪崩講習、うん、そうですね。これ安曇野の拠点に活動するバックカントリーマウンテンクラブ、私も入ってますよ。この前ね、出たのりちゃん。あ、のりちゃん。国際山岳ガイドのね。はい。はい。それから、快速トレック、ムックシガハラ、スキー VS スノーシュー。おぉ。これは快速チームの私とエヌダ。あ、スキーでしょ。そうですね。そうですよね。勝ったのがどっちだって感じですね。はい。楽しみだ、ね。やってますんで、はい、楽しみに。はい。それから、お気軽雪の林道。お手軽。お手軽雪の林道。まあ、お手軽でお気軽みたいなもんですからね。はい。はい、残られますよ、投稿してくれた。大丈夫、まだ見てないから。大丈夫、遅刻だから。遅刻の予感で。姉さん。犬が姉さんから。なので、今日もね、盛りだくさんで、はい、いきたいと思います。はい。で、まずね、山ちゃんフォトコンテスト。はい。っていうのが。やるんですね。やります。今年も。今年もやります。はい。何回やります。去年は35点集まりました。お、そうですね。お、はい。じゃあ、それ超えを目指して。当たり前じゃないですか。ぜひぜひ。別に綺麗な写真とかそういうことでは全然ないです。マッチは何があれだったっけ？今年はもう写真決めてんだよね。あれはって、あれはレースの写真、ね。あれですか？山写真はちょっとまた考えてます。うん、あ、そうなの？あ、それも出していいんですよね。出してもいいです。みんな出さないだけです。で、去年どんなのが集まったかと言いますと、はい、まあちょっとね、ピックアップしてきましたんで、こうですね、もう夏山の、ほんと、長ヶ岳から見た。綺麗な写真ですね。やりほう、うん。それから、ちょっと、企画ものみたいな、ね。これは面白い。まな板。まな板の。まな板山だったっけ。そう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 。これはお散歩隊長だ。お散歩隊長。とか、あと、こんな感じですね。王子ですね。これこの間来た王子が。王子の。かぼちゃのモンブラン。で、こんな一人で撮ったやつがたけでね、自分で撮って、この映像を撮るのに30分もかかるそう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 。ありますね。セルフタイマー。本当に難しいですよね。カメラを落とさないようにみたいな。あ、で、自分を入れてるって言ったら、これですね。ああ、これ、丸岡さんだ。丸岡さんです。丸岡さん。西釜だ、西釜、うん。で、山に登らない人でも山の写真でいいですよっていうことで。お、うん、まあ、普通のね、松本城。ハンコ屋さん。ハンコ屋さん。木下さん。松本城から見た、ね、毎日撮ってるからね。そう、あ、そうなんですか。そうなんですか。で、毎日ブログにアップして。お堀にね、今日の街を。出発しながら、こうやって、ね、カメラ出してね。という形で、で、あ、すいません、流しました。流されてる。テーマは、2012年に撮影した山の写真。はい。はい。で、送り先は mtpict@gmail.com。はい。で、1から4を必ずご記入ください。撮影日時ですね。まあ、ちょっと忘れちゃったら、何月何日、何月中旬とかでも OK です。それから撮影場所、まあ、どっからどこを撮りましたっていう感じで撮っていただいたらね、例えば、長ヶ岳から槍ヶ岳を撮りましたとか、はいはい、何山から何 山を撮りましたとか、で、コメントですね。面白いコメント。どんな時だったかね。そうそうそう、うん。で、撮影者の名前ですね。ニックネームもいいですので、ね、マコタとかマッコとか、そんな感じで、投稿いただきたいと思います。田中裕二とかね。はい、田中裕二とかね。俺の本名。ベンジャミンとかね。ベンジャミン。懐かしいベンジャミン。はい、で、この人皆さん、今日ベンジャミンって言えばいいかな。はい、お待ちしております。お待ちしております。お待ちしてます。どしどし。2月15日が、明日。ほぼ 100% 乗りますからね。はい、まだあった。これだ。お、そうそう。締め切りは、2月15日。作ってあるじゃない。当たり前じゃないですか。はい、で、写真の著作権等は、投稿者でクリアしたものとみなします。写真はこちらで加工して放送する場合があります。で、この番組は 480×270 ピクセルで、放送していますので、縦長の写真は、ちょっと縦に合わせても小さくなっちゃうんで、できるだけご遠慮いただきたいと思います。はい、まあいいんですけどね。もううまく見せれませんので、その点をよろしくお願いします。お願いします。画素数とかなんか。画素数はこのピクセル以上だったら。はい、大丈夫です。はい。まず大体以上なんですよね。そうです。携帯とかでも。携帯でもいいです。綺麗に撮れますしね。携帯でもいいです。全然大丈夫。
はい。それでは、はい、今日のメイン、おゲストトーク、行きましょうか。はい。それでは、米川武樹さんですね。はい。はい。どうぞ。よいしょ。安ヶ岳ブルービキュッテのコーナーです。ご主人です。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。黒ゆりヒュッテのご主人の、米川武香さんです。ようこそ、山ちゃんへ。どうも、はじめまして。はじめまして。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は遠路ありがとうございます。あれ、黒ゆりヒュッテって冬もやってますよね。冬もやってます。あれ、来ちゃっていいんですか？あの、スタッフがいるので、はい、大丈夫です。有用なスタッフ。はい、ちょっと今日は伸び伸びと今仕事してるじゃないですかね。そうですね。鬼の犬は、そんなに怒ったりするんですか？しょっちゅう怒ってます。本当に信じられない。すんごい優しそうな、そうですね、イメージ。感じなんですけど。イメージだけです。そうですか？はい。お客さんが怒っても怒らない。え？いや、怒りますよ。しょっちゅう怒ってます。じゃあ、我々もちょっとなんか変なことして怒られるかもしれないですね。いや、そんなことないですよ。ないですね。はい。じゃあ、米川さんにいろいろ聞いていきたいと思います。で、米川さんの方から、まず、黒ゆりヒュッテはどんなところかっていうことで、写真を持ってきていただいたんですよ。で、それを見ながらちょっとお話ししたいと、したいです。はい。出てなかったわ。いつからですか？初参加。いや、そうさ、そんな、それはないです。はい。あ、写真になってから出てなかったでしょ。あー。どういうこと？すみません。その写真、もう一回最初から行きましょう。ごめんなさい。撮影さん、ありがとうございます。
まず、すいません。音声がね、あれだったんで。これ、そう、これがね、出てた。これが、あの、黒百合ヒュッテの玄関です。はい。はい。で、秩父の湯から、はい。2時間半ぐらいで行けるということですね。そうですね。ね。はい。から、そうですね。ちょっとさっき喋っちゃったんで、あれなんですけど。で、受付ですね。はい。これの受付です。で、受付には若い人がいると。優しい、優しい、優しいスタッフがいる。優しいスタッフがいるんですね。さっき来たのにね。いないです。怖い、はい、怖い話がいました、ね。はい、で、ここですね。はい、ここは何でしたっけ？ここは売店なんですけど、はい、最近はあの、カフェチョコレートリリーっていうので、はい、で、あの、喫茶コーナーにしてます。はい。その、チョコレートリリーは、あの、モデルのキッズさんが、はい、アラスカに行った時に、はい、現地であの、黒入りを、あの、チョコレートリリーって呼んでるよっていう、聞いて、それであの、チョコレートリリーっていう名前をつけて。おしゃれですね。かわいいですね。だから、カフェ黒入りってことですよね、要するに。そうです、そうです。はい。うん、はい。喫茶黒入りが、カフェ、チョコレートリリー。前何でしたっけ、ここ。売店です。売店ではあったけど、でも、うん、こういうふうに、椅子が置いてあったりとかして、ね、外は見られるようにはなってなかった、ね。なかった。お土産はわーっと置いてあるはずなので。このチョコレートリリーで、はい、ビール飲んでてもいいんですよね。あ、もちろん。大丈夫です。この黒ビールとか。はい。黒ビール置いてあります、ね、黒ビールはないです。チョコレートリリービール。夏は 生ビール。あ、生ビールがある。生ビールね。黒百合ヒュッテなのに黒ビールはないんですね。黒はないです。なんでそんなに黒にこだわる？いや、私は黒大好きですけど。このあの窓からなんか見えるんちゃって。あの、天狗だけが。天狗。はい。はい。なこと腹黒い。あ、この黒い。黒シリーズですね、今日は。これは。これは薪ストーブですね。ああ、いいなぁ。冬は、あの、薪ストーブと、あと石油のストーブ、うん。はい。薪割りも。は夏のうちに全部終わらして、はい。若いのにやらせるんですか？そうですね。外にいっぱい積んであります。はい。それで、あの、割って乾かして。はい。乾かすのも若いスタッフで。あの、お日様がやってくれる。お日様がやってくれる。ね、あの、積むのは、そのとこまで、スタッフがやって。はい。はい、それから、いいね、これあの、あ、本棚。本棚です。結構黒百合は雑誌とかでもみんなあそこの書籍からこうね書庫から取ってきて見てるのを撮るんですよ。うん、ああ、ね、まあそうですね。絵になる。うん、まあ写真をね、うん、撮るんですね。なんか前ソフィーさんが写真アップしてませんでした。なんかツイッターケースとか。あ、うん、それで見たことある。あとで出る。すいません。あと言わないように。なんか本当に一日中痛くなる人もいるらしいじゃないですか。あ、だから吹雪の日なんか、うん、ずっとだからこの前であの本読んでるとかも、うん、何にもしない。小山でだけで帰る。うん、小山に泊まりに行くみたいな。午前中に着いちゃうじゃない。もう午前中に着いて、はい、ずっと本読んでる人とか、ずっとついて、ずっと飲んでる人とか、はい、うん、え、お客さん先行かないんですか？いや、いいんですって。ここで天気悪いし。どんな種類の本が置いてあるんですか？大体、ここに置いてあるのは山の本ですね。もう一つあの古い本棚があって、はい、そっちはあの小説があったりとか、あのスタッフがね、読んでた本で置いてったものなんかをこうやって、あと漫画の本であったり。スタッフとかが、あの、バイトの人とかが多い。バイトで、あの、今期だけやるとか。そうですね。でもなんか最近はね、あの、長期の人が多いです。アルバイトはなんか一人二人。あ、従業員がいて。従業員が今、4人か。はい。はい。から。あ、寝室ですか。はい。これ2階の大部屋で。黒百合ヒュッテさんは何人入れるんですか？一応ね、
あの150って書いてあるんですけど、オフトーンは、はい、100組。はい。で、まあ、1階の方には、あの、まあ、寝袋とかで、はいはい。で、寝せれば、まあ、その150人ぐらいで、はい、はい。一番混むのはやっぱお盆とかな。お盆は、最近全然混まなくて、お盆正月はあんまり混まなくて、あ、そうなんですか。混むのは、この間の3連休。あ、1月の3連休。1月の3連休。あと、2月の3連休。冬、ね、の方が混む。そ、う、れ、ん、去年は、あれですね、9月の3連休、10月の3連休、なんかやっぱ混みましたね。連休になるとね。これ12月にお布団変えたんです。この毛布の下に新しいお布団があるんですけど。はい。隠しちゃった。じゃあ、今だったら新しい布団ってことですね。あ、そうですね。まだ1ヶ月経ってない。やっぱ、女房と布団は新しい方がいいって言いますよね。何言ってんの坂道、坂道喋ったから。あの、私どう答えたのあの、これブレスタームの布団で、あの、肌に近い方が、あの、あったかいんですよ。水分で発熱するので。で、あの、本当は毛布でお布団だったのを、うん、ブレスタームのお布団で上から毛布かけて。あれ個室ってのはあるんですか？個室もあります。はい。個室は何人ぐらいで？個室はね、3人部屋が3つと、6人部屋が3つあって。はい。部屋の名前がね、おしゃれ。リリーみんなそれ、ユリになっちゃう。はい、なんですか？あの、3人部屋の方は鳥の名前がついてて、はい、6人部屋の方は動物の名前。はい、それは来てのお楽しみですか、うん、今。見に来てください。そうですね。そうですね。はい、じゃあ、内緒ということで。全部答えられた人には何かプレゼント。ありますか、ね、ソーシャルで。え、これ厨房です。ここで、まあ、ヨネカワさんが来るんですか、直前から入ってみたとか。はい。あれ、ヨネカワさんは何を知ってるの？か、影にいるんですか、ね、怒ってるんだ、ね。怒ってるんだから。他にやることはあまりなく。あ、だから今日も、ね、スタッフが出てこっちに来てるんですもんね。そんなこと言って怒られちゃうかもしれない。怒られるよ。これは、これピアノ。あ、ピアノを弾くんですね。いや、私弾くんです。これ使って演奏会やったりとか。はい。はい、もうね、30年以上。なんか、小屋に来てから3人で渡ってる。これどうやって運んだん？ヘリで、ね。これヘリコプターで。へぇー。300キロぐらいある。重いですよね。重いんですよね。はい、すいません。ちょっと。はい。って。黒百合ヒッテのことね。はい。ちょっと行ってみたいですよね。行ってみたいですね。行ったことないですもんね。質問とかありましたらね、ぜひね、ソーシャルで質問していただければ、何でも答えていただける。はい、答えられることは何でも答えられる。はい、でもソーシャル今来てますよ、ちょっと読んでもらっていいですか、ね、長野のマッチさん。おう。先週お世話になりました。町田さんだ。八ヶ岳行ってましたもんね。町田さん、うん、多分、声かけたので、ね。あと、プライマリーさん。昨日寄らせていただきました。快適なトイレに感謝でした。そう、トイレも、本当にね、トイレはね、水洗になって。あ、そうなんだ。そうなんだ。ね、トイレに、私も。あー、すいません。トイレはいいですね。お便器で、お便器で。お便器で。定番ですからね、山ちゃんの定番。おじゃんけん。ちょっと、通年営業してるんですね。はい、そうです。通年ね、一年中やってる。っていうことは、山上に住んでるってことなんですか？いや、あの、下に家があって、まあ、私は、はい、すいません、下がベースで、はい、一番知ってるだけ、あ、そうなんですか？お堀に。そうです。あとはスタッフがもう、スタッフで、はい、そんなことやってくれてるので、はい。365日のうち何日ぐらい、トイレ行ってますか？あ、そんなもんなんだと思います。
ことないと思いますよ。あんまりないんですよ。いらっしゃいますか。いやいや、なんだ。あの、経理とかそういったものとかも忙しいですもんね、もちろん。経理は嫁さんがやってて。一体何やってるんですか。俺何やってるんですか。人間やってます。でも今日 PR してますからね。そうですね。PR してもなんか、親にいない。何やってるの？何やってる？行けばいるもん。一応まあ、はい。行く時もあります。行く時もあります。だって総代表からね、なんかもういろいろだから。はい。で、実際ね、働いてる姿を、サチエさんがね、取材してきてくれたんですよ。おサチエ起きてる？起きてますよ。ソーシャル書いてくれますよ。あ、本当に。よし。じゃあ、その映像をご覧ください。どうぞ。どうも、こんにちは。サチエです。黒ユリヒュッテのご主人にインタビューしてみたいと思います。ご主人、はい、こんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。最近山ガールブームで山小屋は混んでいるようなんですが、そうですね、どうですか？最近お客さん、若いお客さんも多くて、はい。結構あ、はい、そうですか。私も若くないんですが、いや、そんなことない。貢献していきたいと思います。ぜひ、はい。ありがとうございます。はい、ご主人は、今、除雪機をしまっているところです。ありがとうございました。さちえがお送りしました。いただき、ありがとうございます。毎年恒例になってます、年末年始の南米音楽のミニコンサート、これから始めたいと思います。去年はですね、山ブーム、山ガールブームで、多くのお客さんに、来てもらいました。本当に若い人が増えたなって思うくらい、若い方が増えてもらって、この先、まあ、しばらくは山小屋でも食べていけるんじゃないかなって。それまで結構中高年の方が多くて、この先ちょっとどうなっちゃうのかなと思ったんですけど。クレヒットの様子をご覧いただきました。ちゃんと働いてたじゃないですか。うん。女性席を片付けたり。ね、そうですね。皆さんの前で。あのくらいしかできないの。十分じゃない。で、山ガールが増えてるって言ってましたけど、うんそうですね、やっぱそれは、わかりますか？全然違いますか？やっぱわかる人多くなりましたね。今まではだからその、中高年の人の中にポツンといるくらいで、はい、まあ目立ってたんですよ。ああ、そっちなんだ。かなりの割合を占めるようになって。女子だけで行くとかっていう方も多いですか？女子だけ、もう年々こう変わってくるんですよね。はい、最初は女子だけとか、それは今度はカップルで来てみたり、グループで来て、はい、で、今度は二人きりで来てみたり、はい、そう、女性が行くと、やっぱり男性追っかけるから。ああ、深いですね。じゃあ今度クレヒュッテとか。うん。若い女性多いですよ。あ、マジですか？本当に。私誰も追っかけてきてくれないんですけど。クレヒュッテ行かないからね。あ、クレヒュッテ行けばいいんですか？そうだよ。早すぎるからね。走る早すぎる。そうだよ、そうだよ。あ、そうか。だから寝台のね、小屋に泊まって、はい、そこでね、あ、そうだそうだ、うん、婚活していただければ。合コンやる、合コン。山合コン。寝台の小屋はただの？合コン。いや、一応管理料もらうんですけど。ああ。学生さんなら。あ、寝台の学生。じゃあその、名前をバリバリ使って。はい、よし、行こう。でも、クロリヒテに泊まれないですよ。クロリヒテに、寝台の小屋？泊まるのは別だけど。そもそもマッチ、彼氏欲しいの？お山が彼氏ですから。そうですよね。そうですね。はい。はい、はい、いいや。で、はい、山ガールが増えてきたということで、それから、またなんか年末年始、はい、話しましたけど、遭難事件が多かったじゃないですか。で、
総大協の方も入られてるということですので、どうですかね、なんか無防備な感じで山登っちゃうとか、そういった人も増えてるんですかね。とりあえず八ヶ岳に関しては事故は少なかったんですよね、例年より少なくて、まあ小屋も多いので、まあ無理しないっていうのもあったと思うんですけど、まあ他の山域だと小屋もないし、で年末年始天気は悪かったので、はい、思いのほか悪かったような気がしますね。そうですね、風も強いし雪も多かったので、まあそういうところですと事故が起きちゃったんじゃないかなっていう感じはしますけど、だって急変した感じがあったじゃないですか、あの鶴見岳の事故なんかも、事故というか、まあ、亡くなったって言っちゃいけないような、見つからない方たちも温度がすごい上がったりとかしてたんで、ね、今日だって暖かいし、今日で一気に雪は溶けてね、道の雪は溶けていいけど、でも夜になるともう凍ってるから、そうですね、滑って危ないっていう感じだし、非常になんかこう、ムラがあるっていうか、そんな感じがしますね。やっぱ総大協みたいなのが入ってますので、はい、なんか救助とかも行かれるわけですよね。行きますね。この間も山ちゃんに出てくる総大協の人いましたけど、はい、そしたら怒りますか、なんか。いやー、怒るってことはないと思いますよ。よっぽどひどい人は別ですけど、はい、そうですね、まず生きてて、はい、あってほしいし、はい、これですね、反省してもらうのは、まあ、生きて帰ってから。あ、優しい。いや、なことないですよ。いつも怒ってます。授業員ね。ハリさんも怒ってますよ。ハリさん。あれ、家でも怒ってるんですね、奥さんに。ためが、ためがあった、今。え？いや、あ、そうかそうか。見てるかもしれない。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？はい、その話はじゃあ、やめておきましょう。お預かりしてまーす。はい。それからね、達也さん。はい、が、ちょっと、1月の2、3、4と言ったのかな？で、画像を送ってきてもらいましたので、はい。ちょっとね、じゃあ、これですね。はい、これは、ご主人の米川さんと一緒に撮った写真ですね。はい、写真さんと、これ、米川さん。はい。ダウンにガムテープがついちゃったんですか？いやね、作業中にどうしてもね、穴が開いちゃうので、はい、で、そこからね、ダウンが漏れてくるんですよ。はいはいはい。で、本当はおしゃれなテープがあればいいんですけど、はい、応急処置でガムテープを貼ってたら、はいはい、ガムテープだらけの、はい、ちょっとダウンになっちゃって。はい、すいません。でもこれでもね、これ、うん、テレビで、放送されたんです。この、これも。はい。あ、これダウンでですか？ええ、このダウンで。はい。そしたらね、友達が、その後ね、ガムテープをしょって上がってきてくれて、これいるだろ？ダウンはしょついてくれない。ダウンはしょついてくれない。お酒と、ガムテープをしょってくれて、これいるだろ？じゃあ、これから、クレヨンヒット行く人はガムテープ持っていったら。いらない、いらない。いや、ダウンがいい。じゃあ、鳥の毛だけこう持って、一つ滑りますよ。それからこれ、サチエさんちゃんと天狗岳登りましたよっていう。山頂の道標ですよ、ね。はい。それからね、質問があるらしくて、はい、なんか、これがね、中山峠の近くだと思ったんだけど、この岩に書かれた木、ソニカ。これは何を意味するんでしょうかって質問が来たんですけど、これね、わからないんです。わからないんですか？わからないんですね。うちでつけたあれではな、ペンキではないので、はい。わからなくて。なんでしょうね。消そうと思って消えないんですよ。かなり、しっかり。なんでつけた？ペンキだと思うんですけど、結構削ったりとか、擦ったりとか、いろいろやったんですけど。いつからあるとかあるんですか？気づいた時にはもうありましたね。これ多分、神田さん。とか二宮さんとか
ソヤノさんとか、その頭文字とって盗聴器。違うかな？盗聴？盗聴器。これでも峠ですか？ああ。なんでしょうね。わかった。日ソは力。日ソイコール力。日本ソ連ってことですか？日ソ。なんでしょうね。なんかいろいろ深読みしたら面白そうですね。黒百合七不思議の一つ。そうですね。あと6つは何なのか。そんなタイミングで。早く言ってくれればちゃんと作っといて。あ、そうなんですか。じゃあ、次回出演までの宿題です。そうですね。はい。じゃあ、6つ作っときます。6つ。お願いします。なんか、ソーシャル来てますよ。サテイさんから質問があります。まだ質問するか。ご主人はニコラス・ケイジに似てると思うのですが、似たことはありませんか？セクシーですよね。あ、そうですね。ニコラス。額の広いところを見てるだけじゃないですか。あと、武将髭と？あと、これ G かな？ G ですかね。G が、先日、ボッカの最中に声をかけました。うん。だから、そうです。あの、最初の時の声かけたのは、でかい人。でかい人。山ちゃんって言ってましたかね。もう一人、多分、先週声かけた人は、町田さんと、はい。両方とも見てください。すいません。でも本当楽しそうですね。ね。あの山小屋やってて。今、そうですね。そうですね。そんなことだっていっぱいあるんだから。で、またね、スナップショット。撮ってきてもらいましたので、それも一つずつ。これが、謎の。これは、これは黒いクレルですね。チョコレートルリー。チョコレートルリー。この見頃は、7月末とか。6月のね、下旬から、ね、7月の頭です。大体2週間ぐらいしか咲かないので。そうですね。あれ、その時期に一番混むんじゃないんですね。もう、梅雨時なので、お客さん少ないんですよ。黒ユリ降ってるのに、黒ユリを見に来る人は、そんなに多くない。多くないです。で、夏休み入った時に、お客さんに黒指どこですかって言われると、はい、もう終わりましたっていう。うん、だからもう、早く行かないと。梅雨時、いいですよ。うん、花綺麗なんで。だって、ね、梅雨時に、その雨が降って、花々はもう一斉にもうそこで、ガッて行くわけだから。6月の、ね、上旬ぐらいまで雪があって、中旬に桜が咲くんです。でそこでお花見して、はい、で下旬から黒百合が咲き出して、7月の頭ぐらい。へぇー。その頃一番いいです。お客さんも少なくて、はい、山はいいですね。おー、日の出です。これ小屋から見える？これ峠からちょっと行ったところで。小屋から何分ぐらい？小屋からね、10分ぐらい行けば。あ、10分ぐらい行けばこんな、綺麗に、雲海なんだ。はい、ね。サンライズスポットがあるんですね。はい。私、考えてるの書いてある。はい、あります。はい。で、これは、見てる人。ええ、そうです。朝ごはん前に。朝ごはん前です。うん。お腹使ってね。はい。これは何ですか？で、これはお盆にいつもやって、フルートのコンサートで、はい、ね、今ねギターちょっと見えづらいんですけど、ギターとフルートの。米川さんは何を楽器やってるんですか？ホラを吹いてる。あ、ほら。うまい。うまい。黙りますよね。ホラぐらいしか吹けない。ホラ吹きっす。あとは怒ってるだけ。あ、怒ってる。でこれ今小屋は大体こういう感じ。黄色い岩の。そうでしたね。これ左は太陽光発電？そうです。トイレの、はい、電気だけで、だいたいパネルをね、87枚使ってて、はい、あと、母屋の方も20何枚かな。で、トイレの方だけで10キロ発電して、それでトイレを動かしてます。で、これ小屋から見た、天狗岳。奥が東天狗岳で。あの、真ん中のが、小屋はあれです。その、寝台の。岩戸部の、交渉医学研究所なんですけど。
もう誰も来ないので、ぜひ使ってください。山ちゃん宴会しましょうよ。お、行こう。うん。ここで。うん、お、いいですね。うん。山ちゃんで募集して。うん。うん、じゃあみんなそっち。俺は、ごめん。広さはどんなもんなんですか？何人ぐらい？8畳じゃないかな、6畳ぐらいですかね。でも、まあ2階建てで。で、2階はね、畳がある。あ、鍵は米川さんが持ってるんですもんね。そうです。はい。寝台の学長が持ってるわけですね。出ないんですよね。で、この写真は。これはチッチと母です。あの、豪快な、二代目ってことですね。はい、そうです。はい。ほろ酔い黒百合読みましたよ。あの、豪快な昼間から飲んでるですとか。あの、だいたい朝から飲んでるんで。あ、そう。昼からちょっと。昼じゃないです、はい。昼じゃ遅いくらいです、ね。ビールが置いてありますね。いや、これは何の時のやつかは。あ、そうか。だいたい朝飲むビールが一番うまいって言って、はい、でも朝から。私もいつもあのお付き合いさせていただきましたよ。あ、そうなんですね。なんか本当本読んで、冬は犬を抱いて寝たとか、あの寒いから、今は行っちゃいけないんですか？今ね、犬を、そう、犬は外にはいるんですか？いや、いないです。あ、もう、小屋には、はい今よりね、やっぱもっと寒かったですね、山自体はね。そう言いますよね。マイナス30度ぐらいまで行って、で暖房もあんまりないし、小屋も粗末なんで、本当に犬でも抱いてみないとね、寝れない。酒飲んでね、食べて。なるほど。あの、あれですよ、室内で、はい、こたつの上に缶ビールを置いて、ポシュッと開けて、それでトイレ行って帰ってきたら、室内なのにもうビール凍ってるんですよ。それはこたつの上ですよ。はいはい。そのくらい寒かった。すごい。まあ、建物もそんなにいい建物、今風とかもあったかもしれませんけど、で、梅川さんもやっぱり朝から飲んでる？いや、あの、飲まないです。あの、飲んじゃうと仕事にならない。怒れないですよね。逆に怒られちゃう。飲んですぐ寝ちゃうので、はいはいはい、飲まないです。夜だけ、はい。今日これ何ですか、これ。これあの、いただいた、今、カルピス。僕は大黒ですか？あの、当時さんの。ああ。わかる？全然いいんですか？今日はね、濁り。とりあえず、濁りで。これですかね、今日もね、はい、うまいです。当時いただいてますよ。待って、何の話だっけ。はい、あ、飲んじゃうって話した、はい、朝から飲んじゃう、うん、私は飲んでる、飲んでる、はい、で、普段は、はい、消灯は8時半、8時半で、従業員の人たちって何時頃ですか。お客さん少なければもう消灯同時に寝るんですけど、はい、例えば俺が私がいて、はい、誰かお客さんでもいて、はい、だらだら飲んでると、はい、みんな寝るの遅くなっちゃうんですよ、はい、だから今日はもう早く寝れるんですよね、こういう人。あ、そうだ、今日スタッフは、はい、でも私行って、うんうん、ぐだぐだ飲んでると、はい、みんな早く寝ないと、ね、早く寝ないかな、早く寝たら明日仕事あるのになっていう感じになっちゃう、ね、でも今日は逆にご主人の悪口で盛り上がってるかもしれないですよ。いやもう、それよりね、みんなね、寝るのが好きだ。はいはいって言って、はいはいって言って、ね。今日怒られてる。悔しいもん。ちなみに朝は何時に起きていいんですか？5時。朝食になる、うん。朝食6時なんで5時なんですけど、はい、お客さん多いと、5時半出しなので、4時半とか、4時とか、ほとんど帰る。でも150人ぐらいもし泊まってたとしたらもっと早いですよね。早いですね。4時。下手すれば3時半。寝不足になっちゃうんですよね。夜は早く寝たい。あ、やっぱ山小屋のスタッフって、うん、朝早いし。あー。それであの、あれなんですよ。山も、チェックイン、チェックアウトがあればいいんですよね。はい。そうすると、その中で、
みんなこう、じゃあ休憩しようかとかなるんだけど、うん、あの、24時間空いてるので、そうですね。で、軽食、お昼間も軽食があったり、はい、お客さんがその、チェックインがないから、はい、今もう、受付できますかなんて来ちゃうので、うん、気が抜けないんだよね。ずっと待ってる。僕なんか、山小屋のスタッフは、まあ早めに消灯させて、飲んでんだろうな、とかちょっと思ってたんですけど、違うんですね。いやー、早く寝たいと。寝たい。ま、あの、だらだら飲んでたいっていう人もいる。ま、でも最近はすごいみんなスタッフが有名なので、ね。はい。怒られちゃいますからね。うん。そうです。わかりました。じゃあ、ちょっとね、いろいろ聞いてきましたので、ちょっとね、番組の方も。進みます。はい。はい。同じ八ヶ岳で、北八ヶ岳の方にいるんですけども、はい、我々はこの土日に南八ヶ岳の方に行ってきましたので、はい、その、聴導シンクラックってことですね。まず、美濃戸から赤岳構成で、お願いします。おはようございます。新年一発目の山ちゃんです。あの、美濃戸に着きました。はい。どうすか？いつも歩いてるし楽だったよね。うん。なんか今日口数が少ないんじゃないですか？そうなんですよ。今日お家にお口忘れてきた。ついてます。すいません。じゃあ今年も頑張りましょうね。はい。お山ちゃんで頑張ります。はい。到着でーす。アイスキャンディーの前にはたくさんの人がいます。我々の目的はこれではありません。今日はテントです。私はおニューのエスパース、2人はモンベルですね。こちらは赤岳高専4代目の柳沢さんです。柳沢さんと、柳沢さんこんにちは。こんにちは。赤岳高専っていうのは一体どんなところなんですか？はい、あの綺麗な小屋と美味しい食事が自慢です。はい、そうですね。赤岳高専の受付の電話にはなんと、あー、山ちゃんステッカー貼ってありますね。山ちゃんステッカー貼ってあります。うまく貼らせていただきました。では、番組を見てる人に一言お願いします。はい、長野の山奥で私がお待ちしてますので、赤崎高専よろしくお願いします。みんなで行きましょう。こんにちは。カトリンさん、こんにちは。カトリンさんは後ろで何をされてるんですか？皆さん、アイスキャンディーでアイスクライミングの練習してるんですよ。私も今日は早く着いたからここにやりたかったんだけど、和子太郎も羽生も酔っ払ってビレしてくれないんで我慢してます。誰か私をビレしてください。サチエビレしてください。楽しそう。カトリンさん、今日の鍋は何ですか？今日はね、火鍋です。火鍋って何ですか？台湾の鍋。知らないの？渡鍋じゃないよ。火鍋いっぱい持ってきたし、作ってるのはこの人です。はい、ハニオ。いいな、ペー。え、足場どう？このように夜は更けていきました。うん、うまーい。うまい。うまいっちゃ。始まりました。はい。あのアイスキャンディーとかやったことありますか？まあ、たまに、たまに。あ、行くんですか？そうですね。はい。まあ、しょっちゅうじゃないですけど。はい。うん、で、あのアイスキャンディー。でなんかアイスキャンディー、氷の壁ね、うん、はい、であれを作ることによって、はい、その事故が
絶対ですよね。大体その始めたばっかりの人でもすぐにその、氷壁に行っちゃってたのは、みんなあのキャンディーで練習してから、氷壁に行くようになって、ちゃんとビレしてもらって、そうですね。うん、で大体こんなもんかなっていうの分かってから行くようになったんで、事故はね、激減した。とても良かったですね。はい。アイスキャンディーやったことないんですよね。アイスクライミング。アイスクライミング、ダメな例で、すぐ現場行っちゃったので、上皇様の方に行っちゃったんで、そう。あれでも、アイスキャンディーほんと1000円なんですよね。うん、安いですよね。安いですね。うん。なんで、皆さんね。なんか、道具とかなんかあるんですか、道具もね、小屋でレンタルできしてくれる、それもね、最新式のやつを小屋に置いてあって、アクトアイテムとかも全部置いてあるんで、ぜひ、じゃあお試しでできるってことですね。できますね。おー、いいですね。そこで試してから、このギアとかね、スパイルとか、購入してもいいんじゃないかと。確かに。あと、あれですね、テントの方に食事出してるので。あ、そうですか。これより？いやいやいや、昴生さん、ええ。ちょっと、よその PR してますけど。さっき大輝くん、美味しい食事。美味しい食事。ぜひ体験しに。いや、でも赤岳昴生僕も連泊したことありますけど、ほんとステーキとか出てきますから。で、豚汁みたいなのすんごい熱々で、美味しくて、もう。ご飯ほんとに美味しいんですよ。ほんとに美味しいですよ。もちろん黒よりヒットさんもね、美味しい。だって、野菜とか、お味噌だって、自分のとこで自前だからね。すごい。美味しいです。ルイジさんの努力が。今度来ますか。はい。行きたい。行きましょう。みたいに行こうよ。本当に行こうよ。で、泊まりは、寝台の寮でしょ。そうですね。そこで自炊してたりする。きなめ？きなめ？俺も。学生証携帯してた方がいいですかね。ちょっとママチもちょっともうちょっとこっちもらっていいですか。はい。で、すみません。VTR のこと、VTR 続編があるんですよ。はい。おお。なので、ご覧いただいて。今日は裏同心ルンゼを聞きます。カトリンさんが先頭でラッセルしてます。ラッセルどうですか？ラッセル楽しいよ。隊長がラッセル中です。果たして我々はたどり着けるんでしょうか？そうだよね。鍵ではありません。ラッセルです。ていうかさ、時間もったいなくない？大同心寮に行ってきました。これが大同心です。でかいです。何をしてるんですか？合唱。いや、なんか演技でもないことしないでくださいよ。すいません。これから小同心ですよ。小同心だね。結構すごいっすよこれ、あんま凍ってないし登りになっちゃう。でもすごい綺麗だよ今日は。あ、見ただけですね。ちっちゃいの中だけで、中だけで赤だけ、奥に潮見に、かやこまに、北だけ。そうですね、南アルプスがすごい。北だけも見えるし、中央アルプスに。
そこ。そこ乗船だよ。ですね。稜線までは歩きですか？稜線まで、裏登りだよ、岩。ミキュアチャードの岩。やりました。小道心の頭に着きました。楽しいクライミングだったね。そうですね。天気良くて。はい。でもまだこれ登るんですよね。これ登って。もう全然楽勝。楽勝だから。はい。じゃあ山ちゃん、せーの。山ちゃん。ありがとうございました。横岳に着きました。これから降りて帰ります。あれが小道心の頭ですね。我々が先ほど立ってたところです。にあそこに行ったんすかね。はい、行ってきました。すっごいとこですね、うん、で、なんかね、最近ね、ハッシーとカトレーヌの登山が冬季もクライミングになってきたんですよ。なんで、ちょっとビビってるんで、ちょっとここは共同心クラックって、まあ、入門編なんですね。でも、天気良かったから良かったですけど、風はまあありましたけど、ちょっと吹雪いちゃったら、全然レベルは違いますよね。違いますね。天候によってね。はい。違いますよね。で、本当にビビる、映像はあんまり少なかったのは、ビビってあんまりカメラ回せなかったっていうことなんで。危ないですもんね。うん。そう。まあ、天気良かったね。そう、すんごい天気良かった、ね。いい天気でしたね。で、まあ、一般ルートじゃありませんから、まあ、こういう楽しみ方もあるということで、ね、小道心の方、夏行ったら本当クライミングちょっとやったことある人だったら、楽しいかな。普通にも、普通にの、やっぱ一応リレーはした方がいいですけれども。ガイドさんとか、経験者と一緒に作ってもらえば、入門編の岩場だと思います。はい。砂岳っていろんな顔がありますよね。そうですね。四季も楽しめるし、ルートもいっぱいあるんで、はい、遊び方もいっぱいあるんで。ちょっと前の VTR で、山ちゃんステッカー、赤崎高専に貼ってあったじゃないですか。はい、欲しいですか？欲しいです。あ、本当に。あ、山ちゃんステッカー。あ、私も欲しい。そのサイズ、久しぶり。そのサイズ。これ小さいのはね、僕もらったことあります。あ、携帯に貼ってくださいって。そう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 。そう。初対面で、これ貼ってください。これ携帯に貼ってください。それもね、斜めに貼ってください。みんななんかちょっと斜めに入りますよね。ちょっと斜めで。貼り方、貼り方も指定されて。あ、これこれこれ。これですか？うん、これ。じゃあこれちょっと2枚。はい。じゃあ小屋に貼っとくよ。あ、私嬉しい。すごい。小屋の、あれですよ。山ちゃんステッカー、小屋先生制覇みたいな。そうですね。目立つところ。目立つところです。はい。公衆電話です。うん。受付です。受付。はい。トイレを開けると出る。まあ、目立つところ。はい。目立つところ。ぜひまた貼ったとこの写真をまた、そうですね。送っていただきたいと思います。はい。ぜひね、黒よりヒュッて行った人もね、あ、山ちゃんステッカーだって見つけると、何かあるかもしれないですね。山ちゃんステッカー。自分を持ってないけど。うん。そうそうそう。山ちゃんステッカー持ってて、で、まあ、ご主人がいなきゃいけないですけどね。はい。いるときに。いるときに、山ちゃんステッカーって言って、山ちゃん見たよって言ったら、なんか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 、貼っていただいているのに。じゃあ、ちょっと奏者で言いますね。はい。サテンさん、黒よりだって豚の角煮がすげえボリュームでしたよ。美味しかったです。おー。豚の角煮。兄さん褒められてますよ。あと、エルダ姉さん。あれ、キャンディーって言うんですねって。アイスキャンディー。アイスキャンディー。赤だけのアイスキャンディー。舐めても甘くはないんですよね。ん？甘くはないです。甘くはないです。はい。上りもちょっと甘くはない。
でもいろんなコースがあるので。はい、次。次。ヨウジさん。いいな、行きたいな、クリオリフって。ぜひ、行きましょう。一緒に行こうよ。行きますか。サッティさん、カト様恒例、尻まつり出た。そうですね、いつもワコさんが下から、カト様のお尻ばっか撮ってる。尻はいいね。そう、こうやって撮ってると、ハッシーが怒るんですよ。カト様のお尻を。まあまあまあ。エルダさんが、岩と、金物の音が、うん、音に寒気が。ああ。カチカチカチ。岩登ってる、衝動シンクラシェだ。でもあれ、登り出すと、なんかアイゼンの方が楽かなとか思ってきちゃったり、爪で、爪引っ掛けるだけで登れたりするんで、でも、あそこは腕力でいけますね。そう。だから、カトミンさんより僕の方が、できたんですけど、それはね、腕力があったからで、あそこはね、ちょっとね、まあ本当はダメなんですけど、腕力できる。はい。あと、はい、ユーミンさん、はい、ユミ姉さん、はい、久しぶりにテックイーンと。久しぶりに見たの？久しぶりに、久しぶりです。はい。はい、そんなになんかステッカー気に入ってる。それから、はい、はい、我が番組はステッカーだけじゃなくて、はい、もっと違うものも。あ、本当ですか？なんかこの、これ。あ、これですか？T、うん、シャツです。T シャツですね。で、この山ちゃん T シャツを着て、100名山をみんなで登ろうっていう企画をしてまして。100名山、深田9夜。はい。9夜。で、ちょっとね、見ていいただきたいと。ちょっと、写真。あ、さっきの写真で。二代目だね、うん。これですね。おお、どこ？これマイケル信州さんが。マイケルさん、ね。クマさん。あ、100名山行ってきてる。これ、みんなで100名山登ったら楽しいかなって感じなんですけど、それから、これがね、マキオ。お、金プさん。金プさん。おお、金プさん、山梨。長野県の長野県ですね。長野県と、山梨県の間。水垣と小川山とかね。簡単に村ですね。からとかですね。そうですね。それから、そうですね、水垣も行ってるんですよ。ダブルで、まさかのね、マッチ取られたじゃん。ああ、取られた。まさかの2枚抜き。取られた。学生、ほっとしたんだっけ？してないです。してないですか？してないです。4年生だから。4年生ですね。同い年なんで。うん。それから、やられちゃった。ああ、うん、これ、エヌダ姉さんですね。福地ヶ谷だね。ああ、それも取られた。これはね、昨日行ってきたんですよ、一緒にね。はい、うん、昨日なんだ。そう、大賀と、2034メートルですかね。うん、はい。後で動画ありますんでね、ご覧ください。これが、ケンケン。ケンケン。ケンケン、これどこですか？ケンケンね、赤城山。おぉ、なんだけど、赤城山って書いてないんですよ、これ。なんて書いてある？鍋割山って書いてあるので、で、こんなの違うじゃねえかって言ったら、ケンケンがこれを作ってきてくれるんですよ。赤城山って山はないんですよ。ほう。だから、3階の人、そう。面白い。で、これが全部で赤城山。で、その長さは日本で2番目だぜ。で、1番。これ1番は何？富士山です。ああ、富士山ですか。あ、はい、富士山の次に赤城だ。へぇ、そのまま長さですよ。赤城の山もってやつですよね。そうですよね。ケンケンは、良い限り。群馬県大好きですから。だって群馬県と。すいません。僕も同じ質問しました。だってこうやって作ってきたら一番は何かって、うん。気になりますよね。まあ多分富士山だろうなと思ったんですけど。へぇ、何キロあるんだろう。はい。あ、確かにそれも気になりますね。ね、その長さが。やつは37度。あ、そうなんですか。これで見ると、荒山？荒山が一番高そうですよね。うん。と、やっぱ荒山登らないと。ですよね。ケンケンさん。いや、でも見えか、見えかだけかもしれないですよ。角度ね。あれなんですか。八ヶ岳も、赤岳って書いてないんですよ。うん。はい。八ヶ岳っていうふうに書いてあるから、八ヶ岳のピーク登れば、そっか。うん。八ヶ岳って山はないですもんね。ないです。うん、でもね、赤岳っていう風に書いてあるわけじゃないで
ないので。あ、そう、100名さんは。うん。あ、手順でもいいのかなと。あ、そうか。いや、でも最高峰ですよ。やっぱり最高峰ですよね、うん。そうするとさっきのあれは入っちゃった。ちょっと、ケンケンさんちょっと今、ソーシャル来てるんで、ぜひ教えてください。どこが一番。一番高いところ。一番高い、赤城山3階の中で一番高いところは。登り直すと言ってくださいね。ケンケンどうする、うん、そうですよ。はい。だから、穂高だけも、あれ、奥穂ですからね。穂高そうですね。前穂や、来た方はダメですか、うん、ダメですか、ダメなの、ダメです、ダメです、ダメ、ダメか、うん、でも行くのが難しいっていうところもあるよ。ああ、うん、そっか、まあ、やめとくか、それ考えると大変だから、うん、ダメです、ダメです、もう申請順ですよね、申請順です、もうなんかウェブサイトを通してするの大変だ、マイケル信州さん、はい、筑波山トレイルランの推定で、前日に練習がてら走ったですよ。おー。ね、ありがとうございます。山ちゃん百名山は誰が先に行ったけども行きましたよーの投稿でもいいよね。いい、いい。はい、投稿はいいです。いい、記録は。それはさ、ちゃんと記録していけばいいじゃん。はい、それも行ったよってやつ。ウェブサイトの写真はやっぱり最初の人ですけど、うん、で番組での紹介はします。ヤマティ来て、ヤマティ着てた。着た写真なら。うん。だから100名さんじゃなくても、ヤマティ着てたら、番組には出せます。はい。はい。どこでも。うん。ケンケンさん。はい。群馬のカルタで、裾野は流し赤城山って札があって、おで、切れてるんですよね。あ、で、調べて。で、調べてみたら、富士の野郎が一番でやんの。おー。で、赤城山の中で赤城山一番高いのどこが高いかを、はい、調べてください、調べて、はい、3分以内にソーシャルで厳しいな、ケンケン待ってるよ、待ってます、まだ番組続くので、富士の野郎はいろんなとこと喧嘩するんですね、やつもやってるしね、やつもね、うん、あれ赤城山とも喧嘩してるんです、そうなんだよね、ね、うん、だって八ヶ岳は富士山とね、どっちが高いかっていうことで喧嘩して、結託、ね、そう、結託、うん、られて、やつに割れた、やつに割れたんだ、うん。でも富士山は静岡側からより見たり、山梨側のは綺麗だと思います。そうですね。米川さん、はい。なんか欲しくなりませんか？富士山ですか？富士山ないですよ。富士山いいですね。T シャツね。あ、すいません。あ、あるんですか？あるんですよ。これはいたよ、社長さんがね、持ってきて、はいはい、こう、私、これも、これ、この、これなんですって言われて、はい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 、これのものなんです、これのものなんです、社長さんが。社長さんが。はい。ほいで、くれるのかと思ったら、はい、もうすぐ閉まっちゃったくれないんですかこれは私の分だからって、うん。こんなレアな。こんなレア、レア、レア。いいんですか、当たり前じゃないですか。新品を。新品を。新品を。早速、早速、あったかいですか？はい。あったかいらしいですよ。あったかい。これすごいあったかいんですよ。で、中はもうスベスベでね、着やすいんですよね。服着てても。はい。うん、上から、上から、上から。はい。下に着ちゃうとね、山ちゃんって見えない。そうですね。はい。肌触りをね。そうそう。肌触りをね。あ、でも、ね、あ、ちょうどいい。あ、似合う。いいですね。いいですね。これで百名山行った方がいいですね。行ったら、どんどん取られる。百名山行ったらいいですよ。百名山行ったら投稿して。取りすぎ、天狗へ。あ、はい、天狗へ行っていただいて。最寄りの天狗へね。200名山。あ、そうですね。百名山終わったら200名山やります。本当ですか？でも天狗から見たやつの北の方って、好きですよ。綺麗です。いいですよ。天狗ってちょうど真ん中あたりですか、はい、真ん中です。そうですね。うん、で、これ着て、もちろん山小屋でね、はい、いることもありますよね。あります。はい。お、これで怒ってます。これね、怒って、ほら吹いて。ね、ガムテープダウンで俺いるってことね。はい、あ、ケンケンさんから返答が。黒尾山って山が1828メートルで一番高いです。はい、じゃ、ケンケン、まあ、一応、100名さん認定したけど、登り直して写真撮ってきてください。して。あ、撮影さんが、山ちゃん T シャツをあげられないよ。わあ、でもそれ嬉しいですね。でも、それを持ってて宣伝してくれることを、嬉しい。今日、いただきました。はい。おそろ、おそろです。おそろですよ。この色、
確か撮影も。竹さんコン。メイビー。メイビー。だった。メイビーですよね。うんうん、私これですって言ってました。ありがとうございます。そうそう。山ちゃん側の人間になって取材してきたって言ってましたから。ああ。ありがたいですね。そうですね。うん、そういう人どんどんね、うん、増えていくといいですね。うんうん、そういう感じで、まだまだ番組続くんですけど。はい。あるよ、まだいっぱいあるよ。で、まだ寝ないでね。国際山岳ガイドのなだれ講習会。はい、ちゃん2回前にあの国際山岳ガイドのりちゃん出てもらいましたね、ゲストでね。はい。悪魔ののりちゃん。私の所属しているバックカントリーマウンテンクラブというところで、あの、なだれ講習をやってきましたんでね。そこ、あの、実用的なものって結構あの、まとめるの難しいんですけど、なんとなく、まとめさせていただいたんで。はい。参考にしてください。あの若林隆三先生が面白いことを言うんですね。その雪崩は焼き物と一緒だと。で、雪崩の日本の雪崩の用語は全部焼き物が来てます、ね。数字と多分方向は出ないようにできてます。まあそのためのこの下向きの安全。ブロック状で、アポってやると、ここでブロックで持ってきた。こうやって渦巻き状についていきます。まず一番怪しいとこ、ど真ん中に。いない。いない。で、必ず後ろに下げる。で、また、右、真ん中、左、一歩前。右、真ん中、左、一歩前。で、たまに、怪しい。あとで、はい。今これはビーコンを埋めて、それをみんなで、サーチ、探してるところですね。あった。あった。18度から、雪崩は起きると。でも、一番雪崩が起きやすいのは35度から45度、もちろんもっと急になれば急になるほどドン。僕はね、なぜこれがこんな作業が嫌だかって、僕学者じゃないからね、実はこれ今2個でやってるんですよ。これも全部全部全部の層でやんなきゃいけないんですよ本当は。でこれ実は斜めに、ほらずれた、切ってるだけでずれたってことは、ここに逆走がある可能性があります。本当にやばかったらスコップ入れただけでパスンと落ちる。すくい上げる、見る、あーやだって思って、最後にじゃあもう明日で終わりだって言って、最後に教官に言われたのが、あ、最後は人間の五感だからなんだそれみたいな同じ斜面で250個ピット、1メーター奥に。ブワーッと。情報がバラッバラだと。ピットから得れる情報が。で、あなたはどの情報を信用しますかと。そのね、何を感じるかなんですね。安全か安全じゃないかを感じるよりも、ピットを掘って、あ、こういう雪はこのとこ、これぐらいの時に降ってたな、っていう自分の頭の中の整理です。フォークツリーがいっぱいあるところ、これね、雪崩で木が折れてるところです。もう雪崩で飲まれた時にはもうザッコッとッッ脱いで、でストックのストラップもこうかけるんじゃなくて、こう外して、でストックも外せるように。信州大学の、まあ、日本で一番の雪崩の権威の先生がいるんですけど、その先生が世界で認められたピットの掘り方、すっごい楽です。こうやって、で、こうやって少しずつ抱いていく。で、まあ、軽く抱いたらポロンと取れたんですけど、やっぱ同じぐらいのところでポロンと取れますね。あ、ここに弱層がいますよと。これはハンドテストっていうやり方。
大きいと深く掘れない表層なだれっていうのがあるんですけど、それのマックススピードは300キロ超えてきます。いやいや、逃げても絶対追いつかれます。ただしですよ、ほとんど風です。だから吹っ飛ばされるか、うまく耐えられれば埋まる、ちょっと丸ぐらい軽いね。そう、雪崩は1メーターのところで起きると言ったんですが、埋まるのも1メーター以内に埋まってることがほとんど。はい、すごいですね。はい、ですね。ですよ。いいね。ああいうことはすごいいいと思う。そうですね。うん。なので、積み重ねていくと。そうですね。ピット作業っていうのはありましたけど、山岸伝えさんが覚えたの、のりちゃん、うん、言ってましたけど、一つの斜面で250個掘って、全部情報が違うと、うん、いうことで、何を信じればいいのかっていうね、ことがあったんですけれども、それで最終的には、五感だというふうにね、教わったっていうことで、やっぱり、それはなんかわかる気がしますよ、ね。どうですかね。やっぱ山行ってても、うん、例えばその、夏でも、うん、なんか行くと、熊いそうな気がするみたいなことを感じて、ちょっと待ってみようとか、そういうことあるもん。うん、そうですね。だからやっぱり五感を信じて、もう研ぎ澄ます。研ぎ澄ます。ってことはとても大事なんです。うん、いつもとなんか違うぞとか刺した感じ、ストックとか、スコップとかね。うん、そういうのありましたね。あとそのハンドテスト。その日本の、何ですか、日本から生まれた、そのハンドテストっていうのはこうやって、だいたい1メートルぐらい掘るということなんですね。1メートル、表層雪崩っていうのはだいたい1メートル以内のところで起きてる確率が高いんで、1メートルまず掘って、その中からまたちょっと軽く、ね、手首。まず見てね。抱きかかえるという段階でね、そこで判断するっていうことなんですけども、まあ、判断できないかもしれませんけど、一つの目安として、ね、有効なんじゃないかと。一応世界的に認められているテスト方法だったそうです。どうですか、今の話。難しい。難しいですよね。やっぱ五感が一番だと思いますよ。第六感。やばいなぁと思ったら行かないのが一番。そうですよね。あとは、それ起きても、いい状態に持ってくる。なだれよりも、先に、スキーで滑る。起きても、自分は大丈夫なんですよ。そういうコースを避けるとか。あとさ、埋没体験やってましたね。あれ、私も今回はちょっと時間なくてやんなかったんですけども、初めての人に全部ね、譲ったんですけど、結構怖いです。真っ暗だよね。真っ暗だし、声も聞こえないもん。聞こえないですね。下から言う声は全然聞こえないですよ。上からの声なんとなく聞こえるんですけど。結構なんとなくね、聞こえるんですよね。で、上から間違って踏まれるとどんどん体が締まっていくんで、この体の膨張するのがどんどんなくなっていくんですよね。焦ったらもう多分。多分。肺が、なんかね、押しつぶされるような気がしちゃう。で、それをゾンデで刺してもらうわけなんですけれども、そのゾンデの刺す側も、刺したとしても意外とわかんないもんですよ。これは人間人体なのかな、どうなのかな。こう、微妙なこの、くにょっていう感覚は、やっぱりこう、覚えとか、ね、覚えた方がいい。そうですね。なんか当たったっていうのは、やっぱり氷だったりとか、岩だったりとか、ね、いろんなものが流されてるから。で実際この、のりちゃん、250回出動してるらしいんですよね。遭難の、その現場に、うん。で、もう実際はその、どんどん刺せと。目を刺そうが何しようが、命には変えられないでしょう。そうですよね。そうですよね。こういう訓練ではまた炎上しちゃうんですけど、そういうことをね、いろいろ語っていただきました。はい、じゃあちょっと質問。ガクさんもそうだよね。ガクさんも。ガクさん。ガクカップの？ガクカップの。はい、彼だってね、やっぱ命が大事。うん、でも本当そうですよ。アズ語ってましたね。だからその心肺蘇生で、過去しのね、マッサージするにしても、暴れ折れても生きることが大事だから、そういうレベルの話ですよね。じゃあちょっと
質問も来てるので、はい、なだれ講習でカードで雪を取ってストローでスニッフしてたのは何ですかね。なんかね、スコープでね、あの弱草雪が落ちたところのところをカードですくって、だいたいどのぐらいのその雪のなんていうんですか、結晶というか粒子を見るんですよね。丸いとちょっとザラメとか、うん、そういうのをこのスコープで見て、違いがあるんだよね。そうですね。で、これはザラメであればまたポイントが一つ加算されて、うん、雪崩の可能性が高くなるとか、うん、こういうことをすごいアイテムがいっぱいありましたね、うん、実際ピット作業するとしたらそのぐらいの道具が必要、うん、そういうことをすごく言ってました、うん、めんどくさいって言ってましたね、うん、実際はね、うんうん、はい。ケンケンさんが勉強になりますが、できれば役に立てたくな い。そうですね。雪崩はね、うん、結局は、うん、起きないところにいる、うん、いや本当そう、ね、起きるところには行かないっていうのが一番だと思います、うんうん、そうですね。気象条件悪い時とか、降ってる時とかね、強風な時とかね、第一段階としてまだ行かないとかね、ありますしね。で、ここは起きないって言われてるとこに起きることだってあるんだから。そうですね。18度からあるって言ってました。うん。うん、あ、シャドウ。シャドウ。本当は35度から45度が一番多いと。それ以上はもちろん、あの、あるということなんですけども、そういう雪崩の理論、ね、あるらしいって言ってましたね。あと、もらうのもあるんですよ。上の、上の人が、あの、ここは大丈夫だろうと思って、こう、後ろからこう、かけていって、で、上の人が、パッと、ドーンと落ちる場合がある。大体その確率の高い、あの、なんだろう、人為的なものが多いと思いますよね。もうありますよね。動物の力を加える。競争の中で。普段こんなとこないのになぁと思ってても、やっぱりこう、そういうタイミングとか、いろんなものがある。いろいろまたありましたよ。フォークツリーとかね、あの、木がなぎ倒されて、そこから、あの、また3本ぐらいに生えてる木が、だいたいここら辺で言うと、津賀池とか、自然園とか、ハリノキなんかで結構あるらしいんですけど、そういうところは雪崩の跡だと。ああ、そういうね、ことも結構ね、いろいろ。当たっていただきました。近年はなくても起こりうる、うん、そうですね、場所だと。そうですね。なるほどね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次。次。はい。ありがとうございました。福島原。福島原。快速トレックですね。大型百名山ということですね。私。明日は待ってないですけど大丈夫ですか？行かなきゃいけないということで。はい。そしたら、あの、急にいっぱい喋ってるから。快速番長の、N だ。はい。私も、お供しますというね、感じで二人で、行ってきました。彼女はスノーシュー、私はスキー。ということで、スキーでどこまで行けるのかと。大変。そうですね。まあ、あの、ま、見ましょうか。そうですね。はい。はい。どうぞ。ゴアの。ゴアのですね。はい。スパッツ。スパッツ。ストック。ストック。登る。登る。これでこうやって角度の調整できるんですね。これ一番低い、2番目、3番目、ここにかかとを乗せます。これはすごく軽いビンディングなんですよね。そうですね、 TLT というタイプですね。こうご存知ですか、山ちゃん T シャツ。まだ履いてないです。スノーシューまだ履いてないと。ちょい下りも下れます、スキーだと。
積むのが楽だと。なお名前はペンションあれあれって言います。あれあれ、はい、あれあれさん。フランス語でイケイケっていう。おイケイケ、はい、トレースのないところ、足跡のないところを、進みます、ここはすごく景色がいいところで富士山見えますね。八ヶ岳越しに富士山が見えます。南アルプス、北岳、開花は見えますね。中央アルプスですね。アルプスと穂高連峰見えますね、浮力のあるスノーシュー、ないしはスキーですね。スキーのが良さそうだね、かなり埋まるでしょう、ここね。じゃあ100万ぐらいかな、今日スキーの移動行きます。つば足でこういう急なところを、これ下れないもんね。ね、テクニックがまずないのと、うわー山ちゃん早かったですね、江戸田さん。下りの、はい、やっぱね、このトレランシューズが、トレランシューズ、トレランシューズですか、それ。これトレラン、ハイカットのトレランシューズ、ハイカットの、このぐらいの2000メートルぐらいの山でしたら全然問題なかったですか。全然寒くない。寒くない、いいですね、これ、はい、おこれに当たった。はい、はい、いいですね。スノーシューとスキーで実際行ってるっていうところが、それぞれのメリットデメリットが見えるから、まあ結局スキーは今回の周回じゃ負けたんですけど、ほとんど煽られてました。で下りも滑りも早いんじゃなくて、そうですね、早いのもありますけど、難しいじゃないですか、滑るの。シールつけてもスキーでも、この急なね、この細いところを捨てるのは難しいですし、あと上りのこの細かいところのジグ切っていくところ、岩の質してるところとか、テクニックは少しあるんですよ、登るときの。だけどやっぱりね、もたついてね、で、こけてましたね、さっきね。なんとなく分かってたんですけど、やっぱりこういうことを、ね、自分でちょっと実体験をして、やってみたいなと思って、やらないとな満足、納得できないですよ。だから一応ね、やってみて、スキーは不向きだなと。今回はね、そんな感じで、思ったんですけど、楽しかったですね、またちょっとね、開拓したいなと思ってますね、はい、はい。それから江戸田さん、はい、さっき出た、はい、が、投稿していただいた写真があるんですけれども、はい、お気軽雪の林道ということでね、ちょっとお手軽投稿してもらいましたね。快速番長ですね。はい、じゃあ、
どうぞ。じゃあ私読みますね。1枚目、安曇野周辺の林道はお手軽に雪道を楽しめます。今回私が行ったのは三ツ俣登山口に続く林道です。堀金の温泉施設ホリデー湯先にゲートがあり、冬季通行止めで車は入れません。いつもはこの脇に駐車場をでき、駐車できるんですが、今年は除雪されておらず、ホリデー湯付近の空きスペースに駐車しました。私はテレマークスキーをやるので道具はスキーですが、スノーシューや和感でもいいと思います。つぼ足でも歩ける時もありますが、歩きにくいと思います。はい、2番目ですね。古いトレースがありますが、途中から消えて膝下のラッセルです。はい。多分、ほとんど誰も来ないので、静かななんちゃって山歩きが楽しめます。道迷いはないです。ただし、山側が崩れてくることがあるので注意。行くときは、誰かに行くことを伝えましょう。この日は時間がなくて、ここ、真由美池でタイムオーバー。約2時間半。帰りは基本下りだから滑るだけと思うと思いますが、今回みたいに雪が深いと進みません。初めての人は袋も往路と同じか、疲れを想定してちょっと多めの時間の予想で帰りましょう。今回私は1時間半強、登り返しも少しありますが、滑っていければ1時間もかからないんですけど、半分はまたシールをつけて歩きました。まあ帰りもしっかり汗をかけてよかったです。うん、こんな感じでわざわざ遠くの山に行かなくても近所の冬季通行止めの林道ありませんか、うん、お手軽に楽しめますよ、うん、っていうことですね、いいですね、だからスノーシューとかするにはやっぱ上高地行かなきゃいけないとか、うん、北安に行かなきゃいけないとか、うん、あるあるっていう人多いじゃないですか、うん、でもまあこうやって身近で楽しめるだなと、うん、だって野口さんなんて、うん、あの散歩で裏山ね、スノーシューやって履いて、で犬があのラッセルしてる写真ありましたね、うん、犬がラッセルしてるところを、うん、あの野口さんがスノーシュー履いて、うん、散歩してる、うん、今年は雪多いから里山でも十分そうなんです、ね、できるんじゃないですかね、うんうん、楽しめますね、麓の方がなんか雪が多いらしくて、去年私もここ結構行ったんですけど、うん、一緒にね、うん、なかなか楽しめますよ、ね、はい、簡単に滑らせてくれませんけどね、道路に、はい、それがまたいいじゃん、そうですね、逆ハナジで登っていったりね、これね、あれ、スノーシューのレンタルはされてます、やってます、はい、あ、うん、きな、クルーヒュットでも、そうです、ね、スノーシューいいですよね、やってみたいです、スノーシューいいですね、あれは世界が広がります、あ、本当ですか、全然変わる、まずね、つぼ足で歩いてからスノーシュー履いたら、ね、ああ、そう。全然違いますよ。沈む大変だからさ。差をね。ね、うん。そういうこと。いい。あ、いいこと言うね。昨日やってきてどうですか、うん、え、昨日やってきてどうですか、そうです。私、うん、何のウィンタースポーツもやらないんで、うん、なんか、とっかかりとして、やりたいですよね。走らなくてもいい。ああ、歩いて、うん、歩いて。で、橋角の塾に入らない、橋角塾ですか多分遅くて、私なんか登りめっちゃ遅いんで、怒られますよ。すごい高見へ行くけどね。はい、あとは、はい、最後ですね。はい、皆さんのストック。ちょっと昨日の美ヶ原で、ストックの収納方法っていうのは、ちょっと役お役に立てるかなっていうことで、はい、1分動画作ってますんで、お見てください。で、今日はストック持って、ちょっと両手を、明かしたいなとか、ちょっと平坦なところでね、危なくないところで、フリーにしたい場合、ストック、ザックにつけるやり方、簡単なのあります。まず、ここのバンドの中、入れますね、ここ。このように入れて、入れたら、こうです。これでもう落ちません。フリーになるんで。で、また今度取るときはここの場所からこういうふうに取ると、これで、ストックを収納できるという一つのポイントです。ありがとうございました。ゆまちゃん、おいいね、今のいいですよね、いい、某雑誌
に書いてあったことをよく使うんですけども。坊やまけ。そうです。ああ、坊や。あ、韓国のりが。大丈夫ですか。あれ結構便利ですよね。カメラ撮ったりとかいろいろ持つものいっぱいあるじゃないですか。いい、いいですね。そうそう。ライブさんがね、はい、よくピッケル、ここへ出して。やっぱりこう、タスキ。斜めにね、こう、ここへこう入れて、で、手を自分がクリームしつかないようなところに、やってますね。やっぱ長期重曹って遠く持ってるんですよね。夏山とか、僕。で、たまにはしご、こう、はしごとかあるとき、そのとき使いますね。だから、冬じゃなくて、夏でも、行かせる、行かせる。いいね。ちょっと再放送見よう。見てください。はい。簡単したら、ここから入れればいいですからね。ここから入れて、回して。これで、そう。こうやって取ればいいです。一回リュック下ろして入れるよりはいいって。全然そうですね。結構、止めてしまうと、流れが止まってしまうことがあるので、歩きながらね、できます。あんまりやんないですけど。そう、本当思ってたんですよ。はい。私もでもレース中とかにいらない時とかどうしようもなくてずっと手に持ってたんですよ。そういう時いいですよね。とりあえずしょっちゅうやると。下りの時とか手つけたい時とかにつけないかマジか。半分で、半分。あ、本当ですか。はいはい。なんか壊しました。番組はね、一応全てのコンテンツをね終了したんですけれども、じゃあ最後にソーシャル読んでいただいて、はい、一人一言言って終わりにしましょう。はい。マイケル信州さんがあれですね、快速トレックの前にこれ見るのすごい楽しみだったわと。あ、そうなんだ。はい。あと撮影さんが N田のスノーシュー TSL かや。そうだね。そしたら姉さんが15年前ぐらいの TSL だ。へえ。15年前。これがメーカーの名前ですか。そうそうそう。うちもレンタル。あ、僕も。DSL。DSL。いいんですか？へぇー。減り込めますよね。プライマリーさんが、山スキー楽しそう、今度行ってみたいですと。楽しみですね。今回は、滑り全くなかったんですけど、今度は撮りますね。で、エンドさんが、美しが原、思い出の丘方面とかならスキーでも楽しいかもね。山本小屋まで車で行けるので、いろいろ楽しめるかなと。あ、そうですね。反対側。松本側から、三つ子の、すいません、ローカルの話なんで。ビーナスライン通気通行止めなんで。思い出の丘とかね、竹しみれとかね、結構ね、好きで行けるとこありますけど。エルナ情報。はい。最後にじゃあ、サチエさんが、私も背中に刺すよと、さっきのあれですね。後ろの人に刺さらないように注意ですね、と。そうですね、ちょっとブレるんでね。見ますかね。そうです。はい、そんなとこです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。さちえさん、寝ずに。はい。ありがとうございました。遅くまで。うん。米川さんもね、いつも8時半に寝てるっていうのに、そんなに遅くまで付き合っていただきありがとうございました。どうですか、山ちゃん。今日楽しかったです。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。もうなんか後半になって、すごい喋っていただいて。あ、いえいえ。本当。また来てくれますね。呼ばれれば、ぜひ。はい。来たいと思います。はい。電波がね、良ければ、そう、クレールヒーターとやりたいんですけど、そうですね。そういうのもあるんですか。LT だっけ ?ELT。ELT。ELT は好きです。エブリリトルリトルです。ドコモの回線使えるんですよね。使います。はい。捕まえると使えるんで、それがもし高速 LT になれば、多分できます。多分いつかはね、やっぱ山小屋でもこんなことしてみたいなっていう。気持ちはあるんです。生放送。生放送。そうね。はい。生電話。生中継。時間帯が問題かもしれない。時間帯も。ああ、そっか。8時半過ぎちゃう。起きてられるかどうかも。大丈夫です。起きてるんですか。外でみんな、久しぶりに。そういうこともね。まあ、多分時代とともに、高速化すると思いますから、電波も。そうですね。まあ、そういう時代は来るでしょう。新月歩。はい。では。はい。何か告知ある人？フォトコン送ってくださいね。あ、そうそうそう。あと、ユースゲームなんか、大賞エントリーしてますけど。うん。うん。そっちもね、もう、投稿終わってるけど、あれが。あ、抽選じゃないですか。投票？投票は、はい。終わってるんですけど。また、はい。
ホームページとか Facebook ページとかでもいろいろ、ぜひぜひご覧になっていただければ、情報を随時流していきますので。あと、すいません、先ほどの雪崩講習のバックカントリーマウンテンクラブ、いつも常に、県内外から募集してますんで、お気軽に、参加してみてください。はい。お願いします。はい。はい。それではじゃあ、番組終わりですかね。次の番組ね、ちょっと面白いことやれたらいいなと思ってます。はい、まだ言えないですけれども、25回記念で、やりたいと思います。はい。はい。また言います。何やるかは。はい。はい。それでは、皆さん、さようなら。おやすみなさい。おやすみなさい。